動画も、はい、改造プラネットですよ。はい、まずですね、あの過去にですね、あのまあご覧の通り電気機関車作った中で、まあ前回のね、相鉄もそうなんだけど、まあ相鉄だけではちょっと物足りなかったのでね、はい、こちらの小田急のね、1040型のね、電気機関車をね、まあもうご存知の通りね、まあ過去の動画などでまあお察しの方はよろしいんですけど、こちらもね、実は、まあ、クオリティがまあ劣っているのでね、化粧改善も兼ねた再改造を行いたいと思いやーす。では行きやーす。はい、まずはですね、まずご覧の通り分解した上で、前回のね、相鉄 ED、前回というか、まあ、前回っていうか、まあ、ニッパーなのでね、まあ、ひさしを撤去します。ニッパーややすりなのでね、綺麗にした上でですけどもね、はい、撤去します。ご覧の通り。いや、撤去して、はい。で、はい、動力も外して、分解。まあ、さらにですね、まあ、ちょっとこのデッキ、1040じゃちょっと物足りないので、あるでね、あるツイッター上にね、投稿してあったで、なんか、海賊プラレーラーさんがちょっとのね、ある電気機関車に興味があったのでね、はい、こちらはね、アリエリ初のね、フルスクラッチですよ。もうね、はい、もういい。このフルスクラッチをね、まあ、ある、まあ、細かい話は下の概要欄にリンク貼っておきますんで、そちらのね、制作者様を参考にしてちょっとやってみたんですけど、はい。はい。で、C57 のね、まあ、この間の、なんだっけ、新品開封動画を見てる方は知ってると思うんだけど、そう。もう、鋭いですね。C57、その C57 の2両目の淡水車をね、はい、ご覧の通りに、ね、この、なんだろうって思うけど、これ、車体ですね。アリエリ史上初の、フルスクラッチ、フルスクラッチですね。ちょっと、まだまだ原稿力がちょっとズタズタで申し訳ないんですが、はい。で、傘上げして、まあ、はい。まあ、大体参考にしてやっていきましたね。まあ、ご覧の通り、ヤスリやね、中場でヤスリなのでね、綺麗調節などして、はい。で、パテで複製、パテでファンタを複製して、はい。1ミリの角棒でね、はい、ご覧のように溶接して、はい、2ミリの、これ2ミリの、ね、角棒でね、で、はしごを作って、あとはもう一部は、これ2ミリのね、これあんまり2ミリのね、これブライター使っちゃったから、これ分厚いなって感じたんですけど、で、ここの部分は、なので、どれから、複製したんだっけ、そうだ、デキ1030からのね、あ、1040からの、複製ですね。あとはパテなので複製してね、はい、やっていきました。まあ、ご覧の感じで、はい、いきます。これはもう皆さん分かっての通りだと思いますけどもね、はい、はい。で、行ってたのは、ただね、これ言ってたのはいいんですけどね、ちょっとしかしですね、ちょっと少々問題があったんですけど、ちょっとね、かさ上げがね、ちょっと合わなくてね、ご覧の感じにね、ちょっとこれね、もう、ね、制作してる時点で思ったことなんだけど、これね、うちのね、制作してきたプラレール随一の変な名車になりかねないぐらいにね、まあ、どこぞの命令者的なね、ちょっとね、名要素を生みかねないぐらいにね、これ、かさ上げ、これね、一旦ね、ね、なんだっけ、屋根っていうか、車上がね、そう、干渉、車上っていうか、頭上にね、干渉しないために、いろいろと調整を行った結果ね、とんでもない失態になってしまいました。それがね、なんだっけ、なんだっけ、ここに、あれ？ないね。ね、まあ、気づいてる方はいいんだけどね、まあ、後で見せるから、いいとして、ではね、デッキ1040、一方のデッキ1040のね、化粧改善の再改造にちょっと移りたいと思います。ではね、先ほどね、解体して、まずサフ塗って、サフ吹きかけて、はい、ご覧の通りサフ吹きかけました。
で、それからね、はい、塗装はね、4番の、なんだっけ、4番の、ミスターカラー4番のね、塗装を使って、はい、ご覧の通り、来まして、拭いて、はい、デッキも、はい、ご覧の通りにしまして、で、シール、で、屋根上はサフですね。で、ちなみに、屋根上はサフはいいんですが、茶色は何なのかというと、朝日店クリエイティブの、はい、こちらですね。こちらを使わせていただきました。はい。はい、ご覧の通りです。83番ですね。朝日店の、はい、クリエイティブカラースプレーの、はい、83番のブラウンを使用させていただきました。で、はい、ご覧の通りね、完成したんですがね、ちょっともうね、はい、これちょっと待ってください。一方でね、ちょっと問題。で、一方のね、年デッキ1040の話にちょっと移すんだけど、もう見ての通り、ここ。なんだっけ、中の方いちぐってた結果、ちょっとへこんじゃいました。まあ、ツイッターで見てる人は分かってんだけど、もう、へこんじゃいました。失態ですよ。ちょっと失態してしまったっていうか。はい、まあ、それは置いといて、はい。で、仕上げの方に入りまして、はい、デッキ、これ1030ですね。これもう答えもう言っちゃって腐っと思うかもしれないけど、はい。デッキ1030に、はい。銀色に、まあ、ご覧の、銀色だけ、なんだっけ、こちらのスプレーは、確か、銀色の、なんだっけ、シルバーだよね。ダイソーシルバーや、こちらの、ね、ベンチレーターは、101系から複製して、はい。で、それにさらにですね、ある改造、さらにですね、こちらなんで、電気付きを、まあ、隙間を確保する改造をして、はい、完成したのが、はい、こちらですね。はい。はい。完成したのがこちらですね。あと、はい、はい。チャジャーン！はい、こちらですね。はい、まずね、はい、デッキ1030のね、はい、見ていきましょう。おーい。こんな感じっすよ。もう、これちょっと名シャリなんじゃねえかっていう風にね、思ったんだけども、まあ、これちょっとどうかなと思って、ちょっと納得で出来栄えかどうかは、まあ、皆さんの判断にお任せしますが、委ねさせていただきますが、はい、ご覧の感じですね。これの元を作ってくれた方にはね、お礼を申し上げます。参考になりました。本当にありがとうございました。っていう感じですね。はい、こんな感じっすよ。でね、一つね、ちょっとね、まあ余談は後にして、こんな感じにね、はい、出来上がったんですよ。で、C57 ね、はい、使ったから、ちょっとこれね、名車ですよ。うちにとっては、まあ、随一の名車かもしれないっていうぐらいになったかもしれない、出来栄えになったと思いますけども。はい、最後にですね、はい、こちら、出来1040。はい、はい、こちらですね。デッキ1040。はい。はい、もうね、相鉄とまあ変わんないかな。過去の相鉄の、ね、この間の相鉄のね、改造プラレールと変わんないと思いますけどね。はい。はい、こんな感じ。ちょっとね、塗装が剥がれてるんで、まあ気にしないでください。ちょっとね、塗った時にね、ちょっとは、これデッキと干渉してしまった関係でちょっと剥がれてます。まあ気にしないでください。デッキとね、ちょっと接触にちょっと干渉してしまったのでね。はい、もうそこはちょっとお目に見ていただくようお願いします。もうすごいこれクオリティが高いんじゃないかな。そこそこのね、素晴らしい出来栄えだと思っております。まあこれでね、形勢逆転になれたかどうかはまあ定かではございませんが。で、まあ、で、最後ちょっとね、余談に行きたいんですけど、その余談の前にですね、ちょっと大事なこと言うのは忘れたんですが、このデッキ1030のね、使用した、ま、車体のパテについてね、説明するのは忘れてた、大事な説明をするのは忘れてたんですが、それはですね、ちょっとごめんなさい。それはですね、どこだ？ちょっとごめんなさい。こちらですね。ちょっと今戻しますよ。はい、こちらですね。はい、こちらですね。はい、こちらをですね、
タミヤのね、あの、1ミリと、0.3 ミリですね。1ミリと、まあ、外側は、あの、こちら、あの、重なってるところは 0.3 ミリで、その他はまあ1ミリで、で、屋根上は、あの、0.5 ミリでね、のね、プライターを使用させていただいたってことです。ではね、で、本題である余談の方に移りたいと思います。はい、その余談っていうのは、うちさ、走行動、ま、あの、昨日かな、昨日ね、ちょっと、昨日っていうか、この動画の収録の前日にね、走行動画を先に撮影してたから、ちょっと見てて思ったんだけど、電池が入らなかったから、もう、かみさくさの調整でね、はい、ちょっと強引にね、ちょっと削っちゃったんでね、うわーってなっちゃって、なので 2% でちょっと調整してね、まあ、後でまたね、微調整、ヤスリとかは後でかけとくとして、この動画撮影の後にね、かけとくとしましょう。後ほどね、ですけど。はい、では、前日のね、今回、この動画のね、前日に撮影したね、動画シーンをね、まあ、って言っても、走行動画の話ですけど、その走行動画に関しては、今回は申し訳ないんですが、今回の動画の中では、割愛とさせていただきます。大変申し訳ございません。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。